はい、皆さん改めまして明けましておめでとうございます。今年1年も頑張るのでよろしくお願いいたします。もう今朝起きてすぐなんですけど、もうすでに減量が始まっているということで、家の前に公園があるのでちょっと散歩しに来てます。有酸素運動ですね。で、昨日ねめちゃくちゃ雪が降ってすごいこう積雪なんですけど、こっちの関東来てから初めてですね、これだけ雪降ったのは。すごい白銀世界って感じで、まあすぐに溶けそうなね感じなんですけどね。で、そうですね、まあ今年1年の目標じゃないんですけど、まあちょっと有酸素運動をしながらちょっと語っていこうかなと思います。で、まあまずはいつもまあトレーニングの動画とか出してるんですけど、まず5月の大会ですね。5月に、APF っていう大会があるんですけど、まあそれに出場しようかなと思ってます。で、まあいろんなカテゴリーがある中で、まあジーンズを履いて出るカテゴリーとサーフパンツを履いて出るカテゴリー、その2つにエントリーしようかなと思ってます。で、去年も動画とかで出してたんですけど、大会出るって言ってて結局まあ怪我が原因で出れなかったりしたので、まあそこはちょっと自分のまあ体のメンテナンスの甘さが出たのかなって思うので、まあ今年はね、せっかく減量して出れないってならないようにしっかりと体のメンテナンスしつつ、まあ出たいなと思ってます。で、あとはそうですね、今年1年いろいろちょっと大会出たいなと思ってて、まあ7月もそうですし、あと8月9月にもまた APF の同じような大会があるので、まあせっかく絞って1回だけ出て終わりっていう感じじゃなくて、まあ1年通してちょっといろんなコンテストに出て、経験を積みたいなとは思ってます。まあ去年も動画の更新頻度がそこまで多くなかったんですけど、まあチャンネルの登録者数とかもまあそんなにで、まあそんな中でも応援してくださる方とかがいらっしゃるので、モチベーションはいつももらってます。で、まあ今年はちょっと更新頻度を高める、まあ理想は週に2本ぐらいはちょっと投稿していきたいんですけど、まあ大会までの様子だったりとか、まああとは料理関係ですね、ダイエット中でも食べれるような、料理だったりとかですかね。で、まあやっぱり一番、まあその私が高身長なので、高身長の方からの、メールがめちゃくちゃ多いです。で、まあそういう方のためというよりかは、そういう方にもまあ高身長でも継続すれば体は変わるんだぞっていうのを、まあちょっと動画を通して伝えていきたいなと思いますし、まあそうですね、そういうなんて言うんだろう、まあコンプレックス、人にはコンプレックスがあると思うんですけど、まあそんな中でも頑張っていれば体は変わるしっていうのを、身をもって体現していくとともに、なんかこう勇気を与えられたらなっていうのは思います。はい、サブ、はい、皆さん、あ、ちょっとめちゃくちゃ逆光なんですけど、今年1年も頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。冷た、バイバイ。